はい、どうも、お疲れ様です。今日はね、ちょっとね、久々にね、4トンのね、仕事にちょっと的を絞って、ちょっとお話をさせていただこうかなと思います。はい。まあ、4トンのね、仕事でね、お話しするといってもね、僕自身ね、そんなにね、4トンの仕事を、多種多様にね、仕事してきたわけでもありません。まあ、ぼっちゃけね、コンビニ、スーパー系ね、あとまあ、要は店舗配送メインでした。はい。で、まあ、あと副業でね、2トンのロングでね、冷蔵車で、食材ですよね。製造メーカー、惣菜のね、サラダを作ってる、会社の、そこの2トンのロングでね、各センターですよね。センターというか、そのスーパーのセンターも一部行くんですけど、そういう、食材とかそういうなんかすべて集結するね、基地があるんですけどね、そこに納品とかね、まあ、そういう感じの仕事がね、割と多かったんで、まあある程度こう的を絞って言うならば、まあ今日はちょっとね、スーパー系ですよね、スーパー系のね、仕事をね、ちょっと解説、まあ自分なりに、ちょっとお話しさせていただこうと思います。で、あのね、スーパー系のね、4トンのね、仕事、まあ3トン、4トンがメインなんですけど、まあメインはほぼほぼ4トンになるんですけどね。割とね、以前からも僕はまあ、トラックをね、未経験、ね、この業界未経験の方にはね、おすすめしてる、仕事の一つなんですよね、スーパーの仕事をね。まああとコンビニとね。で、あと、2トン車で、まあ2トン、3トン、4トンのね、メーカー専属ですよね。メーカー専属。この3つをね、大体主に僕の経験上で、おすすめしてるんですけどね。で、まあ、このスーパーのね、店舗配送。大まかなね、話としたら、要はもうね、例えば、スーパー L のね、センターがありますよね。要はそこは基地なんですね。センタービン、センタービンってね、センタービンってよく言うんですけど、まあ、そこの基地にね、各運送会社さんが集結します。ね、集結して、そこを、基地にして、そこから、まあ、3回転。基本、まあ、基本3回転から4回転ね。場合によったら、5回転っていうのがありますね。で、大まかに言うと、まあ、そんな感じの運行になるんですよね。ある程度、こう、フリーの、ドライバーさんと、決まったコースを走る、定期のドライバーさんとな、大きく分けて、この2つになるんですね。まあ、フリーっていうのはもう字のごとく自由。まあ、どこ行くかわからないですよね。まあ、要はその、スーパーのその基地ありますよね。そこの管轄してる店舗の中でどこの店舗に行くかはちょっとね、その日にならないと、ちょっとわからないというパターンですね。で、定期の場合やったら、その管轄してるセンターの中での、この店とこの店、この1便目はこの店ね。で、2便目はこの店とかね。3便目はこの店とかね。まあ、そんな感じになってますね。これもね、各大阪で言うたらね、スーパー L とかね、M とかね、K とかね、I とかね、その各スーパーのそのセンターによったらね、全然その運行内容も多少こう変わってくるんですよね。大体は、今言うたような感じの、フリーの、ドライバーさんがおって、定期のドライバーさんがおって、定期のコースの場合でしたら、さっきも言ったね、1便目、この店、2便目、この店、3便目、この店っていう感じでね、もうそんな感じで運行を組んでるパターンが非常に多いんですけど、まあ一部ね、僕がおった K のスーパーのセンターの、センター便なんかでしたら、もうほぼ確実に固定なんですね。行き場所がもう、例えば、A 店やったら、その A 店専属ってなるんですよね。もう A 店を、1便、2便、3便、場合によったら4便。ね、4回転。まあ、基本は3回転が多いんですけど、まあ、週に1回か2回は4回転するという、ね、そんな感じのパターンの運行がね、やっぱり非常に多かったですね。で、やっぱりなんでね、その、初心者、初めての方にね、おすすめかっていうと、まあ、要はもう、やることが毎日決まってるんですね。もう完全にもう決まってます。もう、決まってるし、で、荷物のセッティングもね、もう、コンビニと、基本的には一緒なんですね。A 店やったら、A 店、1便目 A 店でしたら、その、A 店の、荷物はもうちゃんとこうできて、セッティングしてくれてはるんですよね。まあ、それを、ハンディって端末で、打ち込んで、で、積む、打ち込んで、積む、打ち込んで、積む。もうそんな単純な、ほんまにシンプルな、仕事ですね。はい。もうそれがね、僕は個人的にすごく、初めての
方でしたら、非常にいいんじゃないかなとね、コンビニと並んで、並行してそれぐらい、まあ、基本的にはお勧めしている仕事ですね。まあ、収入もね、収入面で言うとね、そんなにね、まあ、各運送会社によってもね、これ結構ばらつきがあるんでね、基本的にはなんぼか、なんぼっていうのははっきり言えないんですけど、まあ、大体知る限りでは、まあ、月、4日から5日の休みで、まあ、停電25、6、7、まあ、このあたりじゃないかなとは思います。で、まあ、拘束時間ですよね。要はその、車庫から車庫、まあ、この車庫から車庫も、その、所属してる運送会社さんが、そのセンターから1時間も離れたとこやったら、当然、1日の車庫から車庫の交通時間はめちゃくちゃ長くなりますよね。基本的にはやっぱりそのセンター便っていうのも、まあ、僕らの今のあれと一緒で、仕事と一緒で、やっぱりそのセンターでの業務を12時間くくりで、組んでるパターンがね、やっぱり非常に多いんですよね。基本やっぱり、12時間でくくってるんで、まあ、多少前後はしますけど、10時間、11時間のコースもあるけど、基本的にはやっぱり12時間ですよね。朝3時、4時に出勤したら大体3時から4時前後の間に終わるというパターンがね、やっぱ多いと思うんですよね。で、そこからまあ車庫に変えるわけやから、当然、そのセンターから、所属してる会社の車庫までが長ければ、当然、車庫から車庫の交通時間も長くなるし、近ければ、短くなるというね。一概にはだからね、労働時間はなんぼっていうのははっきりくくりでは言えないんですけどね。まあ極力ね、そのセンターから、所属してる運送会社の車庫が近い区を選ぶのがベストではないかなと思いますね。まああとはね、その、労働、出勤時間ですよね。そこの出勤時間もね、3時に出勤するコースもあれば、4時に出勤、5時に出勤、5時半に出勤とかね、これもね、多少ばらつきがあるんですよね。これといって決まってはないんですけど、大体基本的には4時前後ですね。やっぱり4時前後に、その、センターに入庫ですね。もうセンターに着くっていうパターンがね、やっぱり非常に多かったように思いますね。4時前後ということは当然、まあ3時半に、遅くても3時半には、自分の会社の車庫に行って、出向して、で、そのセンターについて事務所に行くという流れに、一連の流れになるんで、もうこれも先ほどの話と一緒で、そのセンターからその所属の運送会社の車庫までが、短ければ短いほど、当然、自分の会社の車庫に出勤する時間も遅くて済むわけじゃないですか。でもこれがまた1時間離れてれば、当然、4時にね、そのセンターに入庫しなければいけなかったら、まあ、3時、遅くても3時前、2時50分には、やっぱりその車庫を出発しないといけないことになるんで、まあ、当然ここも当然その、センターから車庫までの距離が短ければ短いほどメリットがあるというね、長ければ長いほどデメリットが大きくなるというね、流れになるんですよね。だからまあその辺もね、加味して、極力やっぱりその近いとこ選ぶ方が僕はベストじゃないかなと思いますね。まあ、まあ作業のね、流れとしたらほんまにもう先ほども言ったようにもう自分の積む荷物はもうセッティングされてるんで、それを積むだけのことなんで、着いた後は店に下ろして、で、柄の回収ですよね。柄言うたら要は前日の分とかね、その晩中ですよね。まあそういうなんとかだって、まあ台車とかね、カゴとかそういうのを一旦バーンと回収しないとダメなのね。まあそれが非常にめんどくさいというね、僕個人的には非常に好きではない作業です。はい。これを回収しなあかんね。だからまあそういう感じで、まあデメリット、ね、デメリットといえばなんてなった場合、やっぱり僕個人的にはその柄の回収が非常にめんどくさいと。ほんで雨が降ると余計めんどくさいと。余計濡れるとびちょびちょになる。ね。ほんで、あと、朝が極端に早い。もう極端に早いっていうね。まあ、この2点が、まあ、僕の中では、非常にデメリットやったかなと思いますね。あとはね、給料面もまあまあ、こんなもんじゃないかなとは思うんですね。大阪に限って言えばね。まあ、これまた、地域によってもね、全然変わってくるんで、一概には言えないんですけども、関東、東の方へ行けば行こうとね、当然、給料の方もちょっといいと思うし、まあ、大阪で言えば、まあ、大体手取りのね、25、6、7。まあこんなもんじゃないかなと思いますね。まあそんな感じでね、今日はね、ちょっと4トンのね、仕事の、ちょっとね、お話をさせていただきました。まあ4トンといっても、まあ、そのスーパーの、
店舗配送に、的を絞ってね、ちょっと大まかにざっくりとね、お話をさせていただきました。そんな感じでね、今日は素人、まあ素人って言ったらこの変な言い方なんですけど、まあ初めてね、トラック乗る方には、まあ4トンに限って言えば、僕の知ってる範囲では、まあこの、スーパーの店舗配送も、非常におすすめ、してる部分。まああとコンビニですね。で、メーカー専属のね、仕事とか、このもう3点に限って、ね、今日はもうこのスーパーのね、店舗に限ってちょっとお話をさせて、いただきました。そんな感じでね、ちょっとでも参考になってもらえたら嬉しいかなと思います。今日はこの辺でね、終わりたいと思います。本日もね、ご視聴ありがとうございます。